自己調東電の事故調査がいろいろあるんですけどあ一番客観的にやったといって評価高いのは国会事故調ですかね、はい、賛成派も反対もいろいろ入ってる、はい、全員サインして、はいえー、合意したものだけでまとめたというものなんですが、はいはい、この国会事故調の報告書に解明できていないので続けてくださいと書いてあるわけです。はいはい、ででももそれは国会も引き継いいいないし、はいはい、本来、ね、原子力の えー、安全確保に責任を持つ、えー、これがです、ねえー、原子力規制委員会設置法なんですが、えー、この所掌事務ってあってです、ね、<laughs> 原子力利用における安全の確保に関すること。 えこれはです、ねえー、原子力規制委員会がやらないといけないんです、うん、そして、えー、もう1つ原子力利用における安全の確保に関する事項について韓国し政府に勧告できるんです、うん、ここが原因を調査をして、えー、同じことを起こしませんよという対策を取らなければいけないわけですよね。だってアメリカなんてちゃんと原因と対策を取ってそれでみんなでどうしますかって相談をして次に行っているわけですからこの原子力事故みたいな、ね、社会にものすごく大きな被害を 与える事故が起きた時に原因もなんかよくわからないみんな悪かったねで行きましょうってこれはすまないと思いますよ。